はい、今回このマスターマインドの人にダニエルというキャラクターに、焦点を絞ってですねご説明させていただきたいと思います。はい、マスターマインドはですねこの施設の中にあるこの監視カメラを駆使してですね、サバイバーを追い込んでいく形になります。Bonjour, mon ami. The wheels of fate led you to a strange place today, no?今サバイバーがですね、ゾンビを倒しながら、この建物の中に入っていくんですけれども、その手前にですね、このように罠を設置して、なるほど、はい、入ってくるサバイバーを阻止します。ダメージを与えていくわけですね。その上にさらにこうゾンビをこう配置してですね、サバイバーを待ち構え、でこの後、サバイバーを襲わせることが可能になってきます。なるほど。マスターマインド側はその何重にもトラップを仕掛けられるっていうのもまた面白い要素ですよね。はい、でゾンビが襲ってる間にこのように罠を仕掛けてたものにこうサバイバーが引っかかったりとかですね、このまた別の部屋に罠を用意しておくっていうことが可能になります。先を先を見据えて行動ができる、はい、そうです。で今これ実は監視カメラっていうのは、サバイバー側からハッキングされてですね見えなくなってしまうっていう弱点があるんですけれども、他にもいろいろカメラはありますんで、そこを駆使してもらいながら多面的に、サバイバーを追い詰めていくっていうのが、マスターマインド側のすごく面白いポイントとなってきます。はい、今もいろんな罠を仕掛けているところなんですけれども、マスターマインドはもう一つ直接ですねサバイバーを襲うことも可能になっています。これがそのスレーブ化っていう操作になります。今マスターマインドは直接ですねゾンビを操作して、サバイバーを襲っています。その際はこのようにちょっと凶暴なゾンビになってですね襲いかかってきますんで、もうサバイバー側はすごくこれを、対処するのがかなり苦労する場面もあるんじゃないかなと思います。で、はい、今逃れようとしたんですけど、残念ながらオーバータイム、タイムオーバーとなってしまって、サバイバー側は、残念ながらマスターマインドには、はい、1人目これタイローンというキャラクターなんですけれども、はい、彼はですね非常に、パワーがあって先鋒役としてすごいうってつけのキャラクターとなっています。で、はい、蹴りがすごく強くてですねこのようにゾンビも一発で飛ばしてしまえるんですけれども、いわゆるそのタンクという役割を持っていまして、はい、全員の方で攻撃を仕掛けつつこう周りのキャラクターの防御をこう上げるスキルを持っています。なるほど。はい、で次にこのバレリーというキャラクターなんですけれども、はい、彼女はヒーラー的な役割でですね、仲間の体力を回復したり、今こういう形でですね、はい、周りにいるサバイバーの体力を一緒にこう回復できるっていうスキルを持っているんですけれども、非常にそのパーティープレイする上で重要な役割のキャラクターになるかなと思ってます。そうですね、やはりそのヒーラー役というのは非常に重要になってくるかと思います。はい、バイオハザードとしてもこのどうやってダメージを抑えながら、向かっていくかが重要ですね。で次にこのサムというキャラクターなんですけれども、見た目通り彼も、パワープレイキャラクターになってます。で彼はもともとボクサーという設定になっておりまして、このようにパンチで敵を撃退することも可能ですし、近接戦闘も非常に優れたキャラクター設定となっています。なるほど。はい、この赤いコアみたいなものを破壊しないといけないっていう設定もあるんですけれども、はい、これもですね、パンチ力ありますんで、もう素手でもこうガンガンこう壊すことができるというすごいですね。はい、先鋒役としてうってつけのキャラクターですね。はい、で最後に紹介するのがこのジャンという、女性キャラクターになりますけど、彼女はですね先ほどもありましたが監視カメラをこうハッキングして一時的にマスターマインドの資格を奪えるという非常に大きな特殊能力を持っています。非常に重要なキャラクターです。はい、彼女が、しかるべきタイミングでですねこの能力を生かすことによって戦局は大きく変わってくるんではないかなと、なるほど、はい、いうふうに思っています。はい、ですけれども、はい、はい、かなりサムは今ダメージを受けてしまってですね、立ち上がれない状況になってしまっています。はい、はい、このままだと、サムは、退場してしまう。今回このダメージを受けたキャラクターは
いわゆるそのリスポーンでですね、はい、最初のスタート地点に戻されてしまうわけなんです。そうなんですね。そうすると大幅なタイムロスが発生してしまいます。はい、そうなる前にこのサモを助けたいところなんですけれども、残念ながら近くにいる敵は彼を助けることができず、このように、リスポーンしてしまいました。はい、あ、上の時間のところが、はい、大幅に今減ってしまったんですけども、ね、あの別のキャラクターがですね今、ゾンビを退治するなどしてですね30秒時間がプラスになりました。そういったその時間のやり取りっていうのも、このゲームでは非常に重要な要素となっています。残り時間15秒のところをまた、時間プラスしながら、できるだけゴールを目指していくっていうこの諦めない姿勢がですね、はい、サバイバーには重要になってきます。あ、すごい時間が増えましたね。はい、で今、はい、出口の近くでロックを解除したんで60秒さらにプラスになりましたんで、ギリギリここから、ゴールできるかっていうところになるんですけど、はい、この最終地点がまたですね非常に多くの敵がやってきて、さらにそのさっき、ジャンが別の場所でちょっとダメージを受けてしまったので、はい、大幅に時間が減らされてしまいました。今周りの赤いラインがどんどん減っていってゼロになってしまい、残念ながらこの時点でサバイバーが、全滅して